オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、宇垣美里です。この度私のフォトエッセイ風を食べる2が発売になりました。パチパチ。2作目が出せるくらいやっぱりいっぱい連載を重ねてきたのだなというふうに思いましたし、まあ、3年半経ってもう1回また2冊目が出せることをとても嬉しく思っています。表紙にもあるあの与那国馬と一緒にあの海を泳げたのはすごく楽しくて、もともとすごく乗馬が好きなんですけど、鞍なしで乗ったのが初めてだったのですごく新鮮で、でもとっても楽しかったです。ここが与那国島の中の何ですか、ちょっと草原というか崖っぽくなっているところで、写真だけで見るとなんかアイルランドかなって思うくらいすごくこう壮大な景色で、いて気持ちよかったですし、その中ですごく放牧されているのかな、馬がとっても人懐っこくて楽しい思い出です。そうですね、やっぱり私はリズム感のある文章がすごく好きなので、読んでさらっとなんていうかこう楽しく読めるような文章書きたいですし、あとはなんていうかなんかこんな人もいるから頑張ろうって思えるような自分のちょっとダメなところも書いて、それを読んで楽しんでいただけたらなって思って書いてます。お仕事は大好きなんですけど、とか友達と遊びに行くのも大好きなんですけど、出る直前まですっごい面倒くさいって言って、もうできれば家から出たくないって思うんですけど、出たらすごく楽しいんですけどねっていう、そのなぜかギリギリまですごくやだみが強いということを書いたら、その友人にクズは私だけじゃなくてよかったって言われたので、なんかそういう勇気を与えていきたいと思いました。そうですね、それこそコロナ禍になってなかなかその直接お会いする機会っていうのがなかなかなくって、まあ、私自身あんまりそういう機会を持たないというところもあるので、久しぶりに本を買ってくださった方とお会いできるのはすごく楽しみですし嬉しいなというふうに思っています。改めまして、フォトエッセイ風を食べる2が発売中となっております。1作目を読んでいただいた方が読んでいただくと全然また変わったのびのびとした宇垣を楽しんでいただけるかなと思います。石垣島での写真もたくさん載っているので、よかったらぜひ手に取っていただけたらと思います。宇垣美里でした。